結界を解除しなければゼウスの真意を聞くことはできない。全ての闘技場の主を倒せば結界は破れるはずです。参りましょうか。総比からの情報によれば、最初の闘技場は知恵の力で開くらしい。俺の腕輪に宿るベルス、知恵者の神だ。俺から行こう。闘技場に入るには趙雲殿たちの力が必要。何としても彼らを守らねば。わしの元へ来るには結界が邪魔をしている。そして結界を破るにはそれなりの段取りが必要。力のみでは突破できないのだ。さてここまでたどり着けるか。私たちが結界を破ろうとしてるのに、ゼウスジェット神様まだまだ余裕みたい。何か考えがあるのかも。消去も油断しないでね。行くよ。とっておきだよ。俺はヘルメスの力を使うものだ。開門せよ。くれた情報はこのことだったんですね。知恵の力を引き出した人間だ。いいだ、私に挑むがいい。闘技場の主、これでいいの。すごい、三成様やったね。この調子で参りましょう。次は確か美の腕輪でしたか。多分それは私ですよね。この腕輪は美の女神のものだと聞いたので、私ごときが美を語るなんて恥ずかしい。ですがやるしかありませんよね。そう、人に言えばあの闘技場の鍵は光る。この腕輪には光明神やアポロンの力が宿るそうだ。ならば私が行けば開かず。いざ。感動しちゃいました。とっておきだよ。いろいろ任せちゃってすみません。ほう、闘技場を制した。マグロではないかもしれん。わしの元へ来てくれた方が盛り上がるか。我が豪遊とくと味わえ。消去すごいわ。父上、そろそろ教えてください。あなたの真意を。それはまだ言えんな。もうしばらくお前の手を借りることにはなるだろう。父上、美の女神アフロディーテの力を借りているものです。この闘技場に挑ませてください。門を開けるとは、俺に挑む資格はあるようだ。さあお前の力を見せてみろ。敵をくじくにはこの手だ。怪物か。打ち払い、前に進まん。憂いは立っておくか。さあ書き乱してやろう。気になっていたまで。なぜお前はそこまで人間との交流を避ける。我ら神だ。人間よりはるかに高位の存在。奴らと親しくするな。とんでもない。人間と話すのはなかなか楽しいがな。
鏡で見ていた通り冷血ぞろい。それに何といっても美女が多い。我が名は超シリュウ、光明神アポロンの力を借りる者。なぜ闘技場を突破する術が分かった。まあいい、父上の元へは行かせぬぞ。見事な手際だった。そう言っておこう。よかった、この闘技場は制しました。一緒で預けて。はい、うん。私も頑張らなきゃ。行って行っちゃうよ。やつらは順調に進んでいるようだ。行って行っちゃうよ。ええ、我が君の助言をきちんと理解できたようですね。父がうまく察してくれた。あなたこそ天下無双の強者です。私が破れるとは。アレス、あとは頼んだ。アテナまで破れた。だが俺がいるこの闘技場は決して破れない。そもそもポセイドンの力を持つのは奴だ。人間どもは俺に挑むことすらできない。残る闘技場は一つ、その鍵は海。私の腕輪はオーディンの仲間のものだから違う。一体誰なら開けられるのだ。私だ。総妃殿、あなたが。いや、そもそもなぜ今寝返りを。この時まで奴らに従う必要が。警戒をされてしまっては面倒だから。私の腕輪には海の神ポセイドンの力が宿っている。さあアレス、貴様に挑ませてもらうぞ。神を裏切るとは愚かな。人間の分際で理解できん。来い、戦いの神たる俺が完膚なきまでに叩きのめしてやる。好きにやれると思うなよ。結界の情報を渡したのも貴様か。許さんぞ総妃。総妃殿が危ない。協力してアレスを倒さねば。力など与えるか。腕輪の力か。果たして本当にそうかな。あれそう。義と愛の力。結界が破れた。今こそゼウスの真意を確かめん。さあ人間たちよ、お前たちの力をわしに見せてくれ。張り切っていっちゃうよ。今こそ攻め立ててやろう。おう、良い働きだ。その勢いに乗るのも一興だな。主神ゼウス。それでこそ挑むに値する。一緒で預けて。一番偉い神様ですよね。私勝てるんでしょうか。父上、私もお力添えいたします。人間どもめ、屈辱を晴らしてくれるわ。